があるならば、きっとそれは夢を追いかけること。考えてみれば今までの僕は諦めて悩んで前に走っても変わらないと思ってた。出会った人たちの心からの触れ合い、受け入れないで、一体何ができるという、優しさでいいから、ほんの少しのぬくもりでいいから、明日のために、悲しみのない世界を求めて、傷つき倒されても、昨日守り生きてゆく、明日のことは誰にもわからない。だから今日を懸命に生きていこう。出会った人たちの心からの触れ合い、受け入れないで、一体何ができるという、ほんの少し優しさでいいから。